浪監督80点。中日の立浪和義監督は80点、取りたい選手は取れたとドラフトを総括した。二遊間は不足していますし、良い選手がいる時に取らないと、昨年も村松、田中、福永を指名したが、確固たるレギュラーとは言い難い。昨年に続いて二遊間はたくさん取っているんですけど、競争してほしいと思いますと説明した。支配下では投手陽、野手に点数を尋ねられた指揮官は、抽選は異様な緊張感でした、1位を外してしまったので80点くらいですかねと締めくくった。自分に厳しい監督、インタビュー受ける気でいたの面白い。結局結果だよな、立浪さんも来季 A クラスなら一躍名将扱いや。100点中の80点とは言ってないからな。また来外して頭真っ白になってしまったんかもしれん。笑いとしては100点やったぞ。いや、自分が言うべきではない点数だろ。こいつはマジで最悪のモチベーターだわ。また来を救えたんやから100点つけろよ。40点やな。まあそれは自分の好きな選手ばっかり取ってんだから高評価だろうな。マイナス付け忘れてますよ。第二次戦力外で立浪がクビになるの待ってます。編成面で考えるなら80点は減点の方だと思う。1000点満点でしたって落ち。取った選手のことだけ考えて100点言うとて。2年連続で内野上位で取りすぎちゃん、全部大卒以上だし。